八神はやてのやがやがやしないラジオ。はい、どうも皆さんこんばんは。というわけでございまして、10月10日水曜日夜の10時となりました。八神はやてのやがやがやしないラジオのお時間です。というわけでございましてですね、今回はですね、以前からちょっとお話をさせていただいていたんですけども、次週からですね、改変期というわけではないですが、いろいろとですね、中のコーナーの仕組みだったりだとか、いろんなルールを変えようかなと思っている、大きくね、このやがやがやしないラジオが次のステップアップする最後のね、手前の回というわけでございまして、今回もですね、前回同様皆様からいただいておりますお手紙をいろいろと読ませていただきたいなというふうに思っている次第でございますね。というわけでございまして、気づけばですね、これ24回ってことは1回も休みしてないので、始まったのがですね、4月の頭ぐらいからなんですよね。なんでそうやって考えるとですね、こうやって毎週毎週1本1本と増えていって、今のところ確か一番最大で動画投稿してるのがサイレンの42本かなと思うんですけども、っていう風に考えると、これあと半年間頑張ると、42を超えて、八神はやてがやっている動画の中では一番長いシリーズっていうこともね、なり得るのかなと思っておりまして、そういう風に考えるとね、まだまだいろいろ頑張っていかなきゃいけないなという風に思うところもあり、自分の中でもなんかモチベーションが上がるところもありというところでございましてですね、やっぱ自分自体がね、ラジオっ子で、ほんと仕事してる時とか移動中とかよくラジオ聞くタイプの人間なので、そうやって考えるとね、そのいっぱいあるじゃない、自分の中にあったこのラジオは面白かったっていうラジオと、今もこのラジオは聞いてるよっていうラジオとっていう風にあると思うんですけども、その中の一つにね、このやがないラジオがね、皆さんの中にあるっていうのは非常に嬉しいことであり、ありがたいことでありっていう風に考えると、やっぱりね、このペースでね、ずっとゆるゆるっと皆さんのところでこうやってお話ができるっていう、この30分間の時間っていうのは、とってもすごい大事な時間であり、この時間っていうのをね、なくさないようにするためには、あれやこれやっていう風にね、いろいろとね、手を変え足を変えと頑張らなきゃいけないところなんだなという風に改めて実感するところも多くありますね。でもやっぱなんていうのかな、別に悪いね、話ではなく、今後のためのね、今後さらに頑張っていくためのっていうのはね、前回もお話ししたんですけどもっていうところなので、そこに関してはですね、ポジティブに今後どういう風にこの番組が進化していって、どういうことができるようになってっていうところをですね、どんどん自分も楽しみながら話が進めていければいいのかなという風に思っている次第でございます。なんていう風に話していたら、という間にオープニングも終了のお時間というわけで、今週も八神はやてがお送りします30分間のグダグダっとしたですね、いつものですね、バンナのね、八神の小話付き合ってね、尺がうっす。八神はやてのやがやがやしないラジオ、ふつおたとフリートークのコーナー。はい、というわけで、ふつおたとフリートークのコーナーです。というわけでございましてですね、今までいただいたお手紙、これがですね、読むのが言うならば、ここまでのお手紙に関しては最後の回というふうになりますね。というわけでございましてですね、一枚一枚噛み締めながら読んでいきましょう。というわけでございまして、たまには先発ピッチャーを変えてみましょう。というわけでございまして、最初のお便りです。主さんかっこオルタからいただきました、ちょっとした報告です。どうも、せっかく貯めた石でソシャゲのガチャを引いたものの引きが悪く、ぐぬぬってなっている主です。つい先日、私は髪を切りに行きました。いつものようにショートカットで、ワックスをちょっとつければ朝のスタイリングが楽な感じの髪型です。ヤガミンは髪を伸ばしたり髪を染めたり、イメチェンをあんまりしない印象なんですが、美容室でのこだわりとかありますか？ちなみに私は前髪だけを、宿毛修正をカットと合わせて予約したんですが、短いとスネ夫みたいになるからやめた方がいいと美容室さんに、説得されました。やってみりゃよかったじゃん、スネ夫みたいに。で、スネ夫みたいな髪型になった状態で一回会ってプクスっつって、もう一回美容室行けばよかったのに。はい、というわけでございましてですね、私はなんだかんだ言って、パーマだけはやるんですよね。理由は大して変わんなくて、朝セットするのがめんどくせえんで、ほらあれじゃないですか、なんかこれが例えばさ、営業だとか接客業だとか、そういうお客様が目の前にいてとかっていう、その身なりもねすごい重要な職場だったら考えるんですけど、もうここ数年ってずっと自分ゲーム業界なんで、ゲーム業界ってぶっちゃけねえ、どんな格好でいてもいいし、中にいるやつらも大半あれじゃん。
なんで自分は本当パーマかけるぐらいなんですけど、でもパーマやってもあの職場までヘルメットをかぶってバイクで行くんですよね。だから大体あの残念なことになりまして、あのうんっていうのがいつもの流れですよね。ねっていうところでございまして、でもあれですね、やっぱ美容室、まあ、特にねライブ前とかイベント前は必ず美容室行くようにしてますね。ベースが別にいい身なりじゃねえから髪型ぐらい整えたところで何もなんねえんだけどな。はー、というわけでございまして、続いてのお便りでございます。はい、というわけで続いてのお便りでございますが、こちらはですね上原さよこさんからいただきましたちょっとした報告です。こんばんは、いつも楽しく家族で動画を見てラジオ生放送を聞いております。家族ね、ほんとね、あの上原さんちのお茶の間にね、はいどうも矢上ハイテですって声が毎週流れてるのかと思うとね、なんか嬉しいようなゾッとするようなムズムズした感じになりますね。というわけでございまして、今回ちょっとしたと言いますか、私がとても嬉しかったことを矢上さんにご報告いたしたくて投稿しました。先日娘の学校の夏休みも残りわずかだし、息子も休みだった日がありましたので、久しぶりに私と息子とさ娘の3人でカラオケに行きました。フリータイムでカラオケの部屋に入った途端、息子と娘がマイクを握りしめたので、順番だよ、2人とも何歌いたいのかなと尋ねると、アカペラでハモって明かりを歌い出したのです。歌詞ではなく、ラーラーとかウーウーとかハミングらしい言葉で歌ってました。確かに、今度明かりがカラオケで歌えるよと言いましたけども、音源もないのに息子と娘はアカペラでずっと歌ってました。私には一度もマイクを渡してくれず、エンドレスで息子と娘は明かりを気持ちよさそうに歌ってまして、私はその場面を眺めながら、歌声のハミングを聞きながらとても幸せを感じました。結局3時間くらい娘と息子はマイクでエコーを聞かせて、ハミングらしき言葉で明かりをエンドレスで歌い続け、満足したのか帰る支度を始めました。それから子供たちも満面な笑顔で、私もとても幸せな気持ちでカラオケ屋さんを後にしました。親としても一個人の矢上さん推しとしてもとても幸せな一日でした。長くなりましたが、矢上さんのこれからの動画、ラジオや生放送を家族で楽しみにしております。上原さよこということで、守護ない守護ない、あのたまにさ、俺カラオケ入るとさ、履歴を超漁るタイプなのね。まず履歴を漁って、履歴から何歌おうかなって決めるタイプなんだけど、これあれだね、上原さんのところのねご家族がみんなでね、あの中に入った時にね、あのうまいことなんて言うんだ、あの先にこっちのカラオケ配信ができてればね、あの WI プロジェクト明かりっていう履歴が3時間でしょ、1曲4分だとして、終わってすぐにやってくれたとしたら1時間で15回できるでしょ、で15回の3時間でしょ、45回でしょ、でダムの履歴が1ページに8個でしょ、ってことは5ページ独占できたね。いやいや、まあそこら辺はね冗談として、いやいやありがたいですね、ほんとね、なんだ上原さんのところからはね、あの書いていただいたイラストをちょっと頂戴することがあったりだとか、本当に私もですねこの活動をしていて、なんて言うんでしょうね、自分がやってる行動が誰か他の人間に影響が与えられるなんて信じられないんですよね。だってそうじゃない、そのそれこそさ、どうも矢上ハヤテですっつってさ、毎週毎週こうやってラジオだとか動画とかをやってるわけだけども、別になんていうのかな、この動画がさあったところでなかったところで誰か一人が死ぬわけでもねえし、なんかね、まあもしもね、そのここなんかあの急に矢上ハヤテがバッていなくなった時に、あどうしたんだろう矢上って思う人っていうのはゼロとは言わない、ゼロとは言わないけど、所詮やってもやらなくても、きっと何者にもなれない私もあなたも何もしなくても変わらない明日が来るわけよって考えた時に、その自分がやってることっていうのが他の誰かに影響を与えることができて、でその結果ちょっとしたその生活だったりだとか行動にだったりだとかっていうので変化が起きるっていうのは、これはすごいこと でそれはなかなか成し得られないし、なかなか叶わない話のはずで、だからそうやって考えると、そのね娘さん息子さんが2人でそのね明かりを歌ってくれてたっていうのは、もう個人的にはね、もうなんかこの上ない幸せな話よね、本当に。でね、なおかつね、それをね、もうあんたたちってなりながらね、なんかその温かく見守っててくれてた上原さん自身にも対してほっこりするしっていうところでございましてですね、まあこの手紙はね、これこの手紙読まないままね、次のね、なんだその改変期言っちゃダメよねっていうところでございましてですね、楽しみに楽しみにずっと抱えさせていただいておりましたね。ほんとね、ありがとうございました。多分この配信がある頃にはうまくいってればジョイサウンドの方で明かりが歌えるようになってるんじゃないかなと思うんですけども、まだ私動画の作業をしてないんですけどね、今日か明日でやろうと思ってます。早くやんなきゃなってこういうのを読ませていただくたびにすごいね思いますね。というわけでございまして、さらに続いてのお便り参りましょう。それでは続いてのお便りはこちら、待っ
待ってね、一瞬画面が赤ってきた。というわけで続いてのお便りは八重瀬逆さんからいただきました。ちょっとした質問です。八神さんこんばんは。八重瀬逆さ、待ってあのね、今ねすげえね噛んじゃった。八重瀬逆さんの中の人が毎日仕事司法試験の勉強に押しつぶされて、何かを楽しむ余裕がなくなって爆発しそうになった時、ふと部屋の片隅にあるセーラー服に袖を通して、八重瀬逆さになれば不思議とエンターテインメントを楽しむ余裕が生まれました。エンターテインメントの持つ力って素晴らしいと感じると同時に、現実に生きる私にとっても、もう一つの人格である八重瀬逆さんにとっても、セーラー服というスイッチがあってよかったと思います。八神さんにはオンオフを切り替えるスイッチのようなものはありますか？また、八神さんにセーラー服を着せてみたいのですが、いいですよね？パドゥンパドゥンね。というわけでございまして、ね、エンターテイメント、エンターテイナーになるスイッチのお話でございます ね。この八重瀬逆ささんにとっては、セーラー服がねスイッチである通り、私にとってのスイッチ、これは実はですね、ずっと変わらぬものがありまして、実は八神、信じてもらえないことが多いんですけど、上がり症なんです。すっごい上がり症なんです。ステージに上がる前とか、緊張で手足の震えが止まらなかったりだとか、あとはもうずっと、そもそもね、八神ね、ちょっとあれなんですよ、前からちょっと話してたりすることもあるんですけど、今回ちょっと気をつけて収録してるんですけど、呼吸が浅いんですね。なので、マイクに近づいて喋るとっていうのがすぐに入っちゃうんです。で、特に吐く方の呼吸が深くて、というわけでね、みたいになっちゃうと、ため息ついたのかなって思われちゃうことがあって、なんですごいこの呼吸って気にしながら生きてるんですけど、日々を、やっぱライブの前とかは、はぁってなるんですよ。すごいその吐く息がなんか圧が強くなっちゃってっていう風になるんですけど、八神がその中の人がいるじゃないですか、八神ハヤテの中の人が、この後八神頑張るよと思って、八神スイッチがガコンって入る瞬間は、まさにもうずっと変わらずオーディエンスですね。誰かが私を見ている、こうやって感じさせることっていうのが、私にとって八神ハヤテとして、言うならば八神ハヤテを見に来てくれている人の目の前にいる八神ハヤテとして、その時間の間、八神ハヤテを完遂し、見に来てくれた人が楽しまなきゃいけないっていう風に思うので、自分の中では誰かがいてくれる、誰かが見てくれている、誰かが聞いてくれているっていう事柄全部がスイッチになってます。なんでそれこそこうやって、例えばもうこのやがないラジオって収録してても、24回目なんですけど、この収録してる時って基本的にぼっちなんですよ。ただただマイクの目の前で喋ってるだけなんです。なんだけど、これを聞いて、例えば私が選ぶ言葉選び一つで、みんながどういう感情を抱くのかっていうのは、やっぱり考えながら喋るところが多くあって、ってなってる間っていうのは、もう完全に八神ハヤテモード、八神モードになるわけですよ。でも本当にそれこそ、というわけでまた次週お会いしましょう。See you next time. 青春バイバイ。お疲れ様でした。ピッてやった瞬間に、わーってなるわけ。っていうのがね、私の中のね、結構ね、大きめなスイッチだったりしますね。というわけで続いてのお便りでございます。続いてのお便りはうずきさんからいただきました。ちょっとした質問です。やがみさん、やがちゃちゃ、これを書いてるのは9月頭なのですが、10月頭でごめんね。最近酷暑も和らいできて、秋が近づいてきてますね。秋といえば美味しいものが多くなりますよね。真っ赤なリンゴやホクホクの焼き芋、キノコなどなど、お腹に嬉しい季節が楽しみです。そこで唐突にですが、やがみさんは秋に楽しみなものってありますか？今後の活動も応援しています。ファイトー、というところでありがとうございます。秋の楽しみか、これね、非常にね、分かりづらいというかね、地方性も出るかもしれないんだけど、秋じゃなくてもいるんだけど、秋によく見るなっていうので、いつも楽しみにしているのは移動式の屋台だ。それこそ焼き芋屋さんだったりだとか、そういうものだよねっていうのはね、毎回ね、秋がちょっと多い気がして、なんかうちの場合はね、近所の駅に焼き芋屋さんが来ることと、わらび餅屋さんが来ることがあって、それを見かけると、なんかすごい嬉しい気持ちになりますね。あー、焼き芋だとか、わらび餅だみたいな、なんか別に焼き芋も食いたかったわけじゃないんだけど、とりあえず焼き芋買ってみちゃったりして、でそしたらね、じゃあお兄ちゃん、これおまけだからっつって、なんかおまけ、あ、みんなにおまけ配ってるから、一個頼んだらこれも来るんだな、クソみたいなね、なんかちょっと多めに来ちゃったなとか思いながら、お腹パンパンにしながら帰り道歩いて焼き芋食べるみたいなのがね、非常に私は楽しみで、でこれをね、感じやすいのが秋だなっていう。で、なんでこれが楽しいかっていうのは非常にシンプルで、その基本的に人間って生きている中で毎日起きることは違うと思うの。それはもちろん朝起きて、家出て、仕事行って、帰ってきて、で家でなんか過ごしてっていう、このね、それぞれのセクションの中で起きることは違うんだけども、その中でなんていうのかな、
ルーチンワークな部分ってあると思うのよ。朝起きてあれがこうでこうでこうで、で松井仕事場行ったらこれがこうでこうでっていう中で、帰り道に駅の改札を抜けてただただ家までの道を歩くっていうイベントのはずなのに、そこに屋台が現れることでちょっといつもと違う一日になると思ってるのね自分は。だからそうやって考えた時に、そういうランダムイベントのようなものっていうのはすごい自分はワクワクしちゃうタイプで、だからなんかそういうことがあっただけで今日一日は特別な日ってちょっと思えるところがあるので、私はねそういう秋口にちょっと多くなる移動式の屋台さんとね出会えることを楽しみにしておりますね、といったところでございます。さてさて、続いてのお便りでございますね。こちらはですね、お手紙ゼロさんからいただきました。ヤガミンヤガバンチャウ、暑い日が続きますが熱中症とかは大丈夫ですか？自分は大丈夫です。ちょっとした質問なんですが、食べ物や飲み物の新発売を買うとき直感的に買いますか、それとも冷静に考えて買いますか？自分は直感的に買って試して失敗することが少しあります。あーわかる、ヤガミンも同じ、ゼロさんと同じタイプ。なんかとりあえずなんかいいなと思って買ったはいいけど後で後悔がやばいタイプですね。この前もねコーヒーが売ってて、でコーヒーだと思って、でそのコーヒーがなんかライチかなんかかな、なんかちょっとそういう感じのなんかいい感じのね、なんか成分的なのが入ってるよみたいな感じの飲み物だったので、俺コーヒーをよく飲むのね。だからあいいじゃんいいじゃんと思って買ったの。まあね、もうなんだろう、こんなこと言っていいのか分かんないけど、まあ全く美味しくなくて、びっくりするぐらい美味しくなくて、朝ついてさ、朝その職場の向かいにファミマがあって、でファミマでコーヒー買って、でコーヒー買って職場ついて自分の席ついてふーっつって、でまず落ち着いてからよーしじゃあっつって仕事を始める前にコーヒー開けて飲んで、ブーってなってからもう仕事30分ぐらい手つかなかったですね。なんかやる気がなくなってしまってね、やる気がなくなってるのはね、俺個人の話だからうまいことやりゃよかったんちゃうかっていう話なんだけどもね、なんだけどね、そういうのはね、でもやっぱりさ、さっきの話じゃないんだけど、その見たことないものとか新製品っていうのも、その自分が例えばさ毎日水を飲むとかご飯を食べるっていう必ず発生するお仕事があるじゃない。その中でその全く知らないものを飲んでみる食べてみるっていうのはちょっと自分の中で大冒険なところがあって、でそこから発生するね、その正直な話負の感情だったとしても、それが別に悪くない感情だったとしても、どちらにせよやっぱりそれってちょっと楽しかったと思うのよ。美味しくなくても、美味しかった方がいいんだけど、美味しくなかったらなんかああと思うし、あとよくあるのはあれね、マクドナルドの月見バーガーね、月見バーガー初めて食べてみました、あー美味しいな、レギュラーメニューになればいいのにって思うんだよね。で思いながらね、秋口に何回かあったマックによってね、月見バーガー寄って、で今日も月見バーガー食べようかなと思ってマックに入ったら月見バーガーが終わってるね。こうなるとあー終わっちゃったって思うんだけど、来年の秋がちょっと楽しみになるよね。まあなんかこういうのもなんかちょっとした面白いことなんじゃないかなって個人的には思うところが非常にあり、だからねそういうなんかその一日の中にねちょっとしたその刺激が入るっていうのは、私は全然否定することじゃないなと思うし、むしろ自分としてはすごい楽しみなことだなと思ってるので、なんかそういうところもね楽しめたらいいんじゃないかななんていうふうに思ったりしましたよなんつってね。というわけでございまして、続いてのお便りに行きましょう。もう一通こちらですね、うずきさんからいただいたお手紙を読みましょう。こちらもちょっとした報告です。やがみさん、やがちゃちゃ、はいやがちゃちゃ、恥ずかしいし失敗談です。先日の朝目を覚ますとタンコブができてました。前日に頭を怪我した記憶がないためとても困惑しました。原因をどうしても知りたかったので、生活を共にしている人に、私どこかに頭打ちつけたりしましたっけと聞いてみると、昨日変なとこで寝落ちした後、寝相でベッドの柱に頭ぶつけてたよなんて言ってました。変なところで寝てタンコブを作るのも嫌ですが、タンコブができるほどの刺激を持ってしまっても起きることができない自分がとても恥ずかしかったです。なるほど、あるよね、なんか寝たらなかなか起きないとかさ、それこそね、なんていうの、それこそ最近はないと思うけどさ、昔で言うとおねしょとかじゃないけど、そういう風なさ、寝てる時にやっちゃう失敗談って多分誰しもね1個や2個ぐらい持ってて、なんか多分寝てる時とか眠い時、あとはやっぱりお酒に酔っ払った時とかもね、ヤガミはあんまりお酒飲むタイプじゃないので、あんまりそこに関してはね失敗談持ってないんですけど、やっぱお酒にね、酒を飲んでも飲まれるななんて言葉がありますけども、酒に飲まれちゃったね失敗談とかで恥ずかしい気持ちとか、なんか後悔したこととかっていうのがある方もいらっしゃったりするんじゃないかななんていうふうに思います。でもね、一番すごいなと思ったのがね、わざわざちゃんとね、なんて言うんでしょう、それをね、その目撃証言をね
追求して自分が頭をぶつけていたという事実にたどり着くっていうね、その探求心はとてもなんか素敵なところがあるんじゃないかなと、個人的にはやっぱね、大体のことっていうのはそういうのって何があったのかわからないまま、うーんって言いながら終わることが多いと思うので、それがねそうならなかったのはすごいいいことじゃないかなっていうふうに個人的には思ったりしますよ、というわけでございましてね。ではですね、最後にね、最後の1枚のお手紙に行こうかなというふうに思うんですけども、どうしよっかな、どれにしよっかな、よいしょ。まあじゃあ最後にね、いつもねお手紙をくれていただいてるね、あの人の手紙で終わりたいと思います。うんらせけしているランパ、違う、これなんだ、うんらせけしているうなさぱね、読みづれこれね、ケセランパサランさんからですね。やがみやがちゃっちゃ、はい、やがちゃっちゃ、忙しいですね。ねこの時期はなんだか忙しいイメージがあります。夏休みって貴重だったんですね。戻りたい。夏休みと思い出といえば31日の夜の終わらない宿題が来て絶望に記憶にこびりついています。あれは辛い。早めにやればいいのにやれないんですよね。不思議。ヤガミンは夏休みの忘れられない思い出ありますか。というわけでございましてね、最後はねちょっともう通り過ぎましたけど、夏休みの、ね、お話なんでございますけども、夏休みの思い出か、なんかねどでかいのはないの、これだっていう夏休みの思い出はないの。なんだけど子供の時の夏休みの記憶って断片的に生き残ってんなと思って、なんか近くにね、当時近くにダムの貯水池があって、その貯水池のところになんかでっけえ段差があって3メートルくらいの、そこを飛んで足がジンジンするのを楽しんでた小学校3年生の時とかね、足折れててもおかしくないねその遊びね、みたいな、なんかそんな断片的なものが残っていて、でそれこそ野外ラジオとかもね始めた時に、なんかあれができたらこれができたらなとかっていういろんな妄想をしたりとか、あれやこれやっていう風に考えながら話を進めていたはずなんだけども、過ぎ去ってみると過去のあこんなことあったな、あんなことあったなっていう断片的なものだけっていうのは限りなく残ってるので、大まかなものじゃなくて断片的なものがね、できっとその自分の中にあったトップニュース、自分の人生の中にあったトップニュース20みたいなことはもちろん揺るがないんだけど、その断片的に生まれた思い出っていうのって全部自分の中の糧になってて、でそれが自分の中で何かを考える判断材料になって、そういうものが一個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 ってどん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 貯蓄されていって、最終的になんか今の自分が出来上がるのかなって思うんですよね。だからその例えばちょっと友達が待ち合わせに遅れてきた、こんな断片的な記憶もさ何回も積み重なったらあいつは遅刻してくるやつってなるじゃない、そんな感じのことで、だからなんかそういう風に考えた時に、まあ何がね良くて何が悪くてっていうのは俺には分かんないんだけど、夏休みっていうものに限らず、なんかねその夏休みって思い出しやすいじゃない、その7月の半ばから8月のケツまでっていうので思い出しやすいと思うんだけど、なんか大まかに振り返っていくと本当なんかあれやこれやいろいろあったなっていうことをいろいろと思い返すことがあると思うんですよね。でもちろんねそういう思い出に浸ったりだとか、あとはなんか過去の栄光、なんか自分昔はこれができてたなとかっていうのに浸りたがるんだけど、やっぱり生きてるのって今だから、だからこれからね自分がどうなりたいのか、どういう風にしていきたいのかとか、そういうことをいろいろと考えていかなきゃいけないんだろうなっていう風に思ったりするわけでございますよ。で、まあその中でね、いろいろとなんか新しいことに挑戦したりだとか、新しいことに飛び出してみたりだとかってやってみると、あの時はこれができてたから良かったなって過去にすがりつきたくなったりすることもあるんだけど、だけど結局さっき言った通り今生きてるのは今であって過去には戻れないから、過去にこんなことがあったからまたこうするためにはどうしたらいいかとかっていう風にね、自分が前進するためのことをいろいろ考えなきゃいけないんだなっていうのを、なんかこの夏休みのお手紙を読んでいる最中にいろいろとふと思い返しましたね。で、まあ、こうやっていろいろとお手紙読んできまして、普通おたとフリートークのコーナーはですね、来週からはまあちょっと形が変わるようになりますね。来週はお手紙抜きでいろいろとちょっとまたお話ししていきたいなというふうに思っているんですけども、昨日もね、昨日じゃねえや、先週もお話ししましたがですね、でいっぱい噛んじゃう、先週もお話ししましたが、約300通に近いねお手紙皆様からいただきまして、毎回毎回手紙の通知がとても楽しかったこともですね、私の中でこれは大きなニュースの方です。なのでですね、またあのお手紙をね、いただける
るようになるんですけども、あのここまでね皆さんの中でね、あのそのフリートークっていうなんかドンっていう大きなぼやけたテーマトークの中でですね、こうやっていろいろなお便りいただけたことを本当にありがとうございましたね。皆さんにねお手紙を読んだ時にね、あの八木瀬坂さんからねいただけたリプライとかも非常に印象的だったんですが、初めて手紙読まれた時のやつが固定ツイートになってたりだとかね、そういう風にあのいろんな方がねこのラジオを聞いて手紙を投げていろんなことをねあの考えたり、次はこういうお手紙を出してみようとかいろんなことを考えてくれたのかなっていう風に思いますと、あのそれがですねもう全部本当にありがたくて嬉しくてというところになってくるなと本当に思うところが強くございます。というわけでございましてですね、このお手紙をね読むっていうことに対してね、あのまあさっきも言った通りこれからも読んでいくんだけども、なんかいろんなね感情を浮かんでたりだとか、いろんなことを思ったりだとか、いろんなことを感じてくれた人がいたりだったりだとか、今週は読んでもらえるのかな、そわそわワクワクなんていう風にしてくれた方々がいたら本当に嬉しい限りだったなという風に思います。本当にね普通音とフリートークのコーナー楽しんでいただけた皆さんありがとうございました。そしてねこの番組とか動画とかのみならずなんだけども、みんなの中にある日常報告っていうのはきっと光り輝いているもので、それは一つ一つっていうのはやっぱりなんていうのかな、自分の中にある思い出を俺にあなたはどうでしたかってエクスポートするためにお手紙をしたためてくれてると思うんだけど、そういうものも一つ一つってすごい大事なものだと思うんです本当に。だからねそういうご自身の中にあった経験だとか、他にもこのねラジオを聞いてる中で聞いた時のこの人こんなことあったんだっていうところも含めたいろんなことをね、あの改めて振り返った時にいろいろと自分の中でその楽しんでね消化していただきたいなという気持ちを込めて、そしてね今日読んだお手紙でもないですけどもね、私がいろいろとやってる活動をそれを楽しんでくれてね、それをいろいろとエクスポートしてくれて、なんかそれをまたワクワクしてなんか自分の生きる糧だったり楽しみにしてくれてる人がいるっていうことを伝えてくれたというところも込めてね、あの皆様の生活にもねますますの楽しさと明かりがありますようにということで、聞いてください WY プロジェクトで明かり。それでも
けるように、あなたはちゃんときらめいているよ、くじけないで、はい、というわけでございましてですね、なんかエンディングっぽいですね、なんか終わっちゃう感じですね、終わんねえかなこの野郎ね。というわけでございましてでございましてですね、なんでございましてって2回繰り返したんでしょうか。まあやがやがやしないラジオとしてはちょっとずるいかもしれませんが、今回はですね、明かりをですね、まあ本編動画をですねそのままね載せさせていただきましたね。というわけでございまして、まあこれはちょっとエゴですけども、まあ明かりは個人的にですけど、いい歌ですまず作っといてなんですけど、まあつってもね、あれは本当作曲家の方もそうですし、ミックスの方もそうですし、作曲してくれたキャシーさんもそうですし、ミックスのマイピーさんもそうですし、でまあイラストをね描いてくれた三田太郎先生がいてっていう、その本当にですね、あれはなんていうんですかね、四味一体というか、まあ YYP は二人で一人と考えて、四味一体になったからこそなんか良かった楽曲だなっていう風に思っておりまして、ね、ラジオではいつもね、では聴いてください、明かりどうぞって言うんですけど、そうするとね、どうしてもその中にある三田太郎先生のビジュアルの力っていうのがなくなってしまって、なんていうんでしょうね、明かりって自分が主人公じゃない、僕たちが主人公じゃないので、皆さんが主人公なので、っていうところをね、かぶしていただく、分かっていただくっていうためには、女の子が必要だなと思ったので、ちょっと今回はね、珍しい戦い方ではあるなと思いつつ、改めてですね、明かりの動画をちょっと載せさせていただきました。ね、というわけでございましてですね、今回はもうですね、30分大幅にオーバーでやっておりますけども、来週からはですね、結構ガラッと変わっていきます。オープニングのですね、もう音源から何から、ね、ガラッっていう感じで、もう本当矢上隼人のやがやがやしないラジオ Z ぐらいの勢いでですね、まあいろいろと変わっていくと思うんですけども、変わっていく代わりにまた新しく皆さんと作り上げていけるもの、できるものっていうのが増えていきます。なのでそこに関してはですね、不安ではなく期待をしていただきつつね、もうやがないラジオを聞くのがもしもルーチンになってる方がいたら、来週からきっとその新しい変化っていうのは、駅前に焼き芋屋さんが来たような変化になると思うんです。だからね、そこに関しては不安は一切抱かなくていいので、楽しみに待っていただけたら嬉しい限りかなと思っている次第でございます。というわけでございましてですね、まあ来週はお手紙を読むところは特になくなってしまうんですが、やがりティクスでいただきました LINE 案、しっかりともう三田太郎先生に納品済みでございます。なのでこちらもね、デザイン案が進んでおりますので、俺が投げたデザイン案は通ってるかなどうかなとかっていうところも楽しみにしていただきつつですね、お待ちいただければいいのではないかなと。さすがにね、40個以上案があったので、なんかこれとこれはガッチャンコやなみたいなやつも結構あったりするんですけども、ただまあ基本的にはいただけた案をですね、結構なんか選べたのかなっていうふうに思っておりますので、そことかも楽しみ見にしていただけたら嬉しい限りかなっていう風に思っておりますね。というわけでね、ここまでやってきたことに何一つ無駄なんてないので、ここまでやってきて学んだことを糧にですね、また次回以降、25回以降からのですね、3クール目のね、やがないラジオもですね、頑張っていければなという風に思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。なんていうわけでございまして、なんかね、明かりを流した後の締めっぽく聞こえるかもしれないけどもね、こっからまた新しくギア上げていきましょう。というわけで、ここまでのお相手は私、矢上隼人がお送りしました。ではまた来週お会いしましょう。 See you next time. Stay tuned. Bye bye. おやすみなさい。